ようこそ牧の部屋へ。教育コンサルタントの有田牧です。ご機嫌いかがですか？園田哲也です。毎日ご機嫌に過ごせれば最高の人生ですが、なかなかそんなわけにはいきません。学校から職場、そして家庭まで様々な悩みはつきません。悩みの多くは人間関係が原因となっています。この番組牧の部屋では、誰もが陥りやすい人間関係の思い込みや錯覚から抜け出し、お悩みを解決する方法を有田牧さんと探っていきます。実は牧さんは大学とか短大で非常勤の講師をされてたりされるんですよね。そうですね、いっぱい学生さんともお付き合いする時間があって。そうなんですよ、若い子ってやっぱりいいですね。なんかこう、そうですか、私もこんなにピュアだったのかなとかね、もう遥か彼方30年ぐらい前ですけれども、やっぱりなんかこう純真な気持ちに戻れる時間ですね、うん、確かにそうですね、うん、でもそうやって接してるとやっぱりこう頼れる大人として牧さんにいろんな質問とかアドバイスを求めてきたりすることなんかもあるじゃないですか、うん、しくじり先生っていう言葉もある通り、はい、いっぱいこう失敗しているからこそ言えることっていう意味では頼りがいがあるんじゃないかなと自負しておりますまあしくじり続きだけど、ね、しくじりから学んでまたこう新たな世界観を構築してるっていう、そこになんか頼もしさとか、うん、頼りがいみたいなものを感じたりするんでしょうね。うん、そうですね、もう本当失恋に始まり大学受験失敗とかいろいろ失敗はあります。そりゃそうですよねもう生きていればもう本当に成功することなんかほんの一握りで、そうそうそう、でも大体こう失敗することって失敗したことって忘れちゃったりするんですけど、ね、そうですね、なんかやっぱりこう失敗というのはこの方法では成功しないということを知る成功法だという言葉を聞いて、はいはい、はあそうだと思いました、うん、ああ失敗は成功の母である。そうですね、まさに。例えば、具体的に言うと学生さんたちから相談されて、どんなことを相談されたりするんですか？はい、もう最近の学生さんはですね、やっぱり寝心が優しいのか、はい、自分に対しても傷つくのが怖い、失敗は恥ずかしいとどうしても思う風潮みたいで、はい、よく言われるのは、なんで恋愛や結婚をした方がいいんですかと。お金とか労力をかけてまで、しかも必ずしも幸せになれるっていうわけでもなさそうだし、その必要ってあるんですかとよく聞かれます。はあ、なんで恋愛をするのか、ね、なんかそんなことって若い頃、学生の頃なんて考えてなかったかもしれないですねそうもう恋愛する、どうしたら女性にモテるか、そうそうそれしか考えてなかった気がしますよね。そうですね、なんかこう私たちの時代は本能が先に出てたようなところがあったでしょう。だけど今の方々はやっぱり頭がいいというか、頭で先に考えてしまうから、転ばぬ先の杖じゃないですけれども、うん、なんか失恋したら恥ずかしいんじゃないかとか、うん、結婚してお金がかかるんなら、迷惑かけるぐらいなら自分だけ苦労した方がいいんじゃないかとか。あ、確かに、もう自分は3次元はいいんですと、そう2次元だけで十分満足してますなんていう、そんな人もいたりするらしいですね。そうなんですよ。でも私は必ずですね、これ恋愛だけじゃなくて仕事でもそうなんですけれども、はい、必ず伝えてる言葉があるんですよ、はい、これ人は人でしか磨かれないという言葉なんですが、人は人でしか磨かれない、そうです、園田さん、世の中で、はい、例えばこういろいろ紙とかペンとか、それこそ鉄筋コンクリートとか、いろいろ物質が存在しますよね、はい、いわゆる硬い柔らかいの硬い物質として、はい、この物質として一番硬いのって世の中で何だと思います？ダイヤモンド。大正解です。ああ、そう、よかった、はいね、本当実はダイヤモンドなんですが、はい、要するに世の中のものを形作るって、柔らかいものは硬いものから衝撃を受けて形を作っていくわけです、はい、うん、じゃあダイヤモンドのあの輝き、はい、カット、何でカットするんですか、一番硬いの。お、なるほど、まあ、正解しちゃっていいですか。いいですよ、どうぞダイヤはダイヤでしか磨けない、はい、そうです、おっしゃる通りです、はい、そうなんですよ、ダイヤはダイヤでしか磨かれない、はい、でこれどういうことかって言ったら、ダイヤの中にもさらにこう高度
がちょっと差があるけど、より硬い、より柔らかい、ちょっと柔らかい、まあ、ちょっと、なるほど、はい、だから一番硬いダイヤでダイヤモンドを磨いていくわけですね、うん、ということは人間も同じことが言えるんですが、この地球上において生物でやっぱり知能が一番高いのは人間ですよね、はい、うん、でもその中で、まあ、努力して勉強したとか努力してスポーツしたとか、そういう一生懸命頑張って秀でている分野の人に磨かれて、その分野が磨かれていくわけですよね。例えばスポーツ、走るのが速い人がコーチになって、やっぱり陸上っていうものがどんどん発展していく、はい、勉強でもそう、何でもそうですよね。だから人間は人間でしか磨かれないんですよ、うん、人間が人間で磨かれた後に、その復習として、例えば本を見るとか、うん、映画を見るとか、うん、あるいは何か YouTube を見るとか、今時であればですね、その復習で学び直すということはできるでしょうが、最初はやはり人間は人間からしか学べないと思うんです、うん、まあ、その勉強とかスポーツとかにいいライバルがいて、うんうん、はい、そのライバルと切磋琢磨して、うん、まさにこう磨き合って自分の実力を高めていくっていうのは、なんだかこうイメージできるんですけども、はい、恋愛っていうと、その なんか磨くっていうのとちょっと違うようなイメージも持つんですけど ね、うん、確かにその学生さんが無駄じゃない、失恋になったら無駄じゃないとか、磨かれるの、うん、って思うと思うんですね。でここで私が次に言いたいことなんですが、はい、例えば若い方が夢中になっているゲーム、今ほとんどの方がゲームしますよね、うん、はい、で我々中高年以上は、まあ、する人もいるけれども、どちらかというとゲームばっかりしてとか、ゲームに対してねネガティブに思っている人が、若い人よくね、ねえ、お父さんお母さんよく言われてるわなんて、そうでしょうなずいてる人もいるかもしれませんけど、ね、そうそうそう、多分中高年って年を重ねれば重ねるほど、上になればなるほどゲームをネガティブに見てると思うんですよ、うん、さあそこでこの番組を聞いている若者の皆さん、ゲームをなさってる人がほとんどだと思いますけど、じゃあ中高年が頭ごなしにそんなゲームばっかりやって、ゲームなんか全然面白くないだろと言ったとしたら、若い方はこう言うと思います。やったことないからわからないでしょ、ゲームの良さ楽しさって必ず言うと思うんですよ、多分そう思うはずです、うん、つまり恋愛も同じなんですよってこと、やってみないとわからない、恋愛の良さっていうのも、まずはやってみましょうよと、うん、で失恋その渦中になればもちろん傷つくし、しなければよかったと思う時もあるでしょう、はい、でもそれが必ず薄れる日は来る、これはもう間違いないですよね、園田さん、うんうん、そうですね、薄れた時に振り返ってみた時に、あの失恋もよかったなと、やってみてやっぱり気づくことは絶対あるはずです。確かに過去いろんなものを見てくると、うん、素晴らしい音楽とか、うん、素晴らしい絵画とか、心を打つような小説って意外とその作者の方の個人的な恋愛、うん、恋愛の楽しさもあったり、でも失恋した時の苦しさもあったり、はい、そういうところから生まれてきたりするものって多いですもんね、多いですね、やっぱりこう悲しい切ないっていう気持ちが私は芸術を生み出すと思ってますので、だから同じ空を見ても、まあ、ただ単純に綺麗だなって思うのも、それは二次元的に綺麗だなって思うだけで、本当に心の奥行き、心の三次元を生み出すのは、うん、やはり逆境、失恋、そういうものだと思ってますので、ぜひともその心の三次元をね、若い人にいっぱい若いうちに育んでほしいなと、うん、どうなんでしょうか、うん、恋愛がトントントンとうまくいっちゃって、ああずっと、なんかそのね2人の関係も良くて結婚して年を重ねていくなんてのは、じゃあ逆に良くないですか。私は正直言うと、そういう人を今まで一組だけ見てるんですけれども、はい、正直言うといい人なんですよ、その夫婦はいい人なんだけれども、2人とも失恋経験がない夫婦なので、やっぱりこう物の見方とか感じ方に細やかさがなかったりとか、うん、だからそうなんですか、
お子さんの成長にも若干あの物足らないところ私は正直感じています。はあ、うん、ということはやはり人間性を深めたりとか、うん、自分を磨いていくためには大いに失恋して、うん、大いに恋をして、はい、また懲りずに、そうです、失恋を重ねて、そうですそうです、もうはっきり言ってトライ&エラーを恋愛いっぱいしてほしいし、もちろん仕事でも趣味でもそうなんですけれども、トライとエラーがないとやっぱり成功とか幸せ、真の幸せにはつながりにくいと思うんですよね。そうですよね、うん、よく最近あのスタートアップとかベンチャーの皆さんでも、うん、いろんな失敗を重ねた会社の方がうまくいい始めた時により強かったりするっていうのもありますもんね。そのおっしゃる通りですね。で、できれば1歳でも若いうちにいろんなことを経験し、早いうちに失敗を経験しないと、例えば恋愛なんて30以上40以上未経験ですってなったらなかなか同じ労力では磨けないし、また失恋した時の痛手がより大きくなるので、うん、若いうちにいっぱいトライしてほしいと思ってます。そうか、うん、考えると若いうちに恋愛した方がタイパがいいと。そうです、むしろ。なるほどですね。ぜひ、若者の皆さんでも、まあ年取ってもですね、そういいかもしれないですけども、そうそう、あの恋愛はあの、うん、単純にあの幸せなだけじゃなくて、うん、あなたの人間性を磨いてくれますよ。素晴らしい経験、人間磨きにも非常に役に立つと、はい、いうふうに心に留めておいた方がいいですね。そうですね。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。さて、この番組では皆さんのお悩み解決の答えを有田真紀さんと一緒に探していきます。学校や職場、家庭の悩みを抱えているあなた、ぜひ困っていることを教えてください。メールはまき @rkbr.jp、 まきはアルファベットで maki@rkbr.jp。 おはがきなどは郵便番号 814-8585 RKB ラジオ牧の部屋まで。あなたのご相談をお待ちしています。